はい、えー、アンケートありがとうございます。えー、2016年4月5日に12時55分51秒、勝、え、谷、ー、さん、ありがとうございます。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと、えー、吉谷社長さんの成功の秘訣は何ですか、えー、私もネットビジネスにチャレンジしています。転売ですが、費用対効果が低く、停滞気味です、えー。どのネットビジネスでもすごく稼いでいる人がいますが、その裏で脱落者も大勢います。 吉谷社長さんが成功された理由を一言で言うとされたら,言うとされたらどう言われますかこの度は素晴らしいありがとうございましたと。えー、っとそうですね。えー、一言でせまあ僕が成功したとはちょっとあれなんですけどまだ、あまあ、その成功の定義は何て言うのかわかんないですけど 僕は成功イコール自分の人生を自分で歩めるっていうのは成功なんじゃないかなと思います。自分で自分の好きなように生きていけるっていうのがお金ではなくてなんか自分の時間を好きなようにコントロールできるじゃないですけれどもなんか自分の人生を自分で歩めるこれが一つの成功なんじゃないかなと思ってます。そこがお金が、まあ、あるなし関係なす。各ただ ある程度のお金はもちろんん必要なんですけど、うん、まあ僕を成功者って言ったらねもっと他にもっとね孫正義さんと僕が尊敬する方で孫正義さんとか稲森和夫さんとか松下幸之助さんとかねいますけれどもその人たちがまさに成功者だと僕は思うんですけどあのもうねあの、まあ、誰もが知ってますよね。うん で一言で言うとするならば、まあ、僕が小さい成功ですかね手に入れた一言で言うとするならば継続ですね継続ですはい継続ですまあここのアンケートでも書いていただいてるんですけれども本当その通りで実際に稼いでる人もいれば稼いでない人もいますただまあ一確実に共通ポイントがあるとするならばやっぱ継続してやられてる方がうまくいってると思います ほぼ継継続続ししして。てて正いいノウハウハを継続してやってる人は間違いなくくうま,くいきますだから大体その100うーん例えば30万とか100万とか大体そ,いいその副業レベルで言うならば20万で副業レベルで十分だと思うんですよサラリーマンで働いてて副業で20万円の副収入がありますこれ成功ですよね副業レベルで言ってるならじゃあその収入面で2020 20万とか100万の間ぐらいの 金,金額であるならばちゃんと正しいネットビジネスのやり方を学んで継続してちゃんとやってれば、まあ、間違いなくその20万から100万っていうのはいきますから、うん、だからまあ継続どれだけできるところかなとここでもアンケートでも和也さんが書いていただいてますけど停滞気味ですといや停滞気味っていうことはやってないというあまり今やれてないということだと思うんですよ。 で転売に関しても例えば2000万ぐらい月上げてる人もいますじゃあその人も徹底的にやってるだけですずっとで徹底的にやった結果売上曲も上がったから売上から今度はもっと仕入れをバンバンして何千万っていう仕入れして何千万と上げるっていうだそれだけですから徹底的に継続してやってるか徹底的に継続してやってるかですね一言で言うならば徹底的に継続してやっているのかっていうのが、えー、一言で言うならば ああ成功する上での必要なことなんじゃないかなと僕は思います。はい。ということで、えー、アンケートはこれで回答を終了したいと思います。えー、アンケートありがとうございました。